マルティン・ファン・マイテンスは、オランダ出身の父親を持つ画家である。スウェーデンのストックホルム生まれで、ウィーンの王室で王室の人々の肖像画を描いた。ストックホルムで生まれた。同盟の父は、オランダのデンハーグの生まれで、1677年頃スウェーデンに、移り肖像画家として成功した人物である。親戚のジョルジュデスマレと共にマイテンスは、父から、絵画の手ほどきを受けた。 1714年にイングランドへ渡り同地で活躍した肖像画家アンソニー・バンダイクの作品を学びエナメル画の技術を学んだ。1717 17年にはパリでエナメル画を得意とするシャルル・ボアに学びボアとドレスデンに旅しザクセン選定貢献ポーランドをアウグスト2世の下で働いた。フランスではオルレアン皇の庇護を受けロシア皇帝のための仕事もした。 1721年からウィーンに2年滞在し、皇帝カール6世から宮廷画家として迎える意向を受けて、その前にイタリアでの修行をすることを申し出て、1723年から1727年の愛がイタリア各地を旅した。1831年からウィーンに定住し、翌年宮廷画家となった。1740年にマリア・テレジアがハプスブルク家を継ぐと、 提出の家族に最も気に入られた画家となった。1759年にはウィーン美術アカデミーの校長に任じられた。広い工房を与えられ、弟子に背景などを描かせて多くの王族の肖像画を制作した。ありがとうございます。